カテピョンです。こんにちは。リュウピョンです。こんにちは。ネオギャル自体そんなによくわからないんですけど、綿棒で、あとシュッシュみたいな感じで、こういうギャルが可愛いと思ってるんで、えりもっこりです。カティキャです。今日は彼女にギャルメイクをします。リキッドはレブロンで、マックだと黒くなるんですけど、赤黒くなっちゃうんで、レブロンの一番黒いやつを使ってます。顔と首にしてもらいました。あ、そうです。これはチークで、こっちハイライト入ってるんですけど、こっちは使わずに、こっちのオレンジのチークだけを使ってて、顔が丸いんで、このほとんど真ん中じゃなくてここら辺にだけ塗ってます。キャンメイクの一番のやつで、これはハイライトで鼻筋に塗りました。なんかキャンメイクは安い割に結構発色もいいし、コンシーラーの中で一番これが自分の中で白いんで、ずっとこれをリピートして使ってます。アイテープは自分も元々二重なんですけど、幅を広げたいんで、元の二重のアイテープをやって、ちょっと一回り二重をでかくしてます。とアイブロウはヘビーローテーションっていう眉マスで、これも一番明るい色で、マスカラを塗るときは眉毛の反対から逆毛立てるようにやってからやって色付けしてます。これはダメつきでキラキラしてるんですけど、カラーのアイシャドウを塗る前に下地としてこう目の下に塗ってます。カラーアイシャドウで結構安いし、結構発色もいいんで、でいろんな色も入ってるんで、ずっとこれを使ってます。メイベリンのこの一番黒いやつで作った二重の幅のちょっと上のとこに、なんかダブルラインって言って、二重がこう錯覚でより広く見えるように、黒いのでこう上にラインをつけて、強制的に幅広二重にしてます。ちっちゃいんですけど、ビボアイフルっていうやつの一番明るいやつで、これで眉毛を描いて、自分はそのなんだっけ、眉毛と目の位置が近いんで、なるべく遠くにしたいんで、下は描かないんですけど、上をできるだけ描いて、太眉でそんな上げすぎず、こう平らな眉毛を描きました。コンシーラーを鼻に塗ったんですけど、とりあえずコンシーラーのままだとちょっと濃すぎるんで、関節とかでこうぼかして、でこの T ゾーン、ここにもこう伸ばして T 字でぼかします。このケイトのやつで、ブラシでこのノーズのこの端んとこに影付けをして、鼻を高く見せてます。またメイベリンのこの一番右の部分で、筆を使ってここら辺だけを塗って、全部塗っちゃうとやりすぎちゃうんで、ここの部分とここの部分だけより影をつけてます。キャンメイクのハイライターっていうやつで、これは眉毛とこの目の間のここと、あとこの鼻筋のとこを上から塗って、ほっぺのとこと、あと顎と涙袋のとこを白く塗って、結構これはいろんなとこにハイライト入れます。とセザンヌってやつで、上は結構比較的に薄く引いてて、下はこの眼球の下までまっすぐ引いて、目頭も結構やりすぎぐらいに描いてて、目尻は垂れ目気味にするように結構オーバーでこうやって、ラインもオーバーラインでやってて、基本的に垂れ目に見えるように化粧してます。メイベリンの一番上のやつで、このライン引いたとこの真ん中ら辺を若干黒く塗るのと、涙袋を作るようにこのチップの細い方で涙袋の線みたいなのをこれで作ってます。またセザンヌドで、目頭を下げ気味みたいな感じで、結構長め太めにギュッてもう
書いちゃってます。またキャンメイクで綿棒の先につけて、でこの目頭ピュって書いてるとこと、この涙袋で作ったとこをこうここをつなげてます。綿棒でシュッシュみたいな感じで目頭のとこだけこれを足してます。まつげはダイヤモンドラッシュのエンジェルアイで2枚を普通に上に重ねて作ってて、基本的にやっぱ上がった方がいいんで、ちょっと半目とか、それか目開いた状態でこうもうグイ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 こう押しながらつけて、目尻はちょっとこう下げ気味につけて、目頭はこうちゃんと上がってるようなつけ方を頑張ってしました。これは S2 で結構雑誌のモデルさんとかもみんな使ってて、これは結構中学ぐらいからずっとこれ使ってるんですけど、これを切らずに、でカスタムもせずに眼球の真ん中ぐらいからこう端に垂れ目気味につけてますかね。枚数は1枚つけてます。また同じラインでまつげつけて、トータルバランス見て、ちょっと足りないとこはライン描いたりとか跳ねさせたりとか、そういう全体的に見てちょっと足らないとこにアイラインを入れてます。さっきの鼻に塗ったやつのコンシーラーの違う番号の8番ってやつで、これは結構白いんで口に白くするように最後に口に塗ってます。この星のシールとこのパンダのシールを使ってこう適当にこうポチポチみたいなバランスを見ながら貼りました。でかいのとちっちゃいのとか。リップのポイントはやっぱりショートよりロングの方が盛れるし、変にこう巻き巻きよりかはストレート で頭に鼻つけたりとかサングラスつけたりとかする方がやっぱ漏れますね。今日ギャルデビューした2人を紹介します。カテピョンです。こんにちは。リュウピョンです。こんにちは。プロにやってもらって、今まで真似した結果と全然違う結果が出てすごい楽しいです。見た通りにリュウくんもギャルメイクしてもらったので、その動画もぜひ見てください。でもなんかネオギャル自体そんなによくわからないんですけど、自分的にはなんか多分あっちからしてもそうギャルの良さは分からないと思うけど、個人的になんかここら辺になんかチーク塗るじゃないですか。それのどこが可愛いかがあんまりそんな理解できなくて分かんなくて、自分の中ではこういうギャルが可愛いと思ってるんでずっとやってるみたいな感じです。そうカラーシャドウとかはなんか基本的にみんな結構夏だけっていうか、夏は結構やる子多いんですけど冬はいなくて、でも自分の中では別になんか目元が派手な方がいいんで冬とか関係なしにカラーシャドウなのと、あとは最近も多いんですけど、ずっともう中学校ぐらいの時からこことこの目のとこの今シールで隠れてるんですけど、のほくろはずっとペンシルで描いてます。この今着てるブランドは全身そのブラックダイヤモンドでプロデュースしてるガレオっていうブランドがあって、そこの全部ブランドで、サングラスも最近出たのでこれもガレオの商品です。ガレオ.jp で買えます。一緒にショッピング行きたいんだけどいい？いいです。OK もらいました。